Wow Screen。はい、おはようございます。アラブスクリーンのシーサです。さて本日は埼玉県さいたま市にございます、こちらガーデン北与野店さんにやってまいりました。今日は先着順での整理券配布でしたが、こちらまずは10番目の入場ということで、やっぱり前回もそうでしたけれども朝の入場で出遅れて、そして朝一機種もという感じでこう嫌な内容で終わってしまって、かなりこう立ち上がり悪かったですからね、流れを変える一日できたらなと思ってます。それでは審査の街道日記第653話よろしくお願いいたします。でもちょっとでも今日は勝てればいいって言ってますけど、4000枚くらいだったら全然一日でひっくり返る可能性ありますからね、言っときますけど。さあ行きます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ行きますか。おはようございます。よろしくお願いします。さあガーデンさんといえば前回は番長シリーズですね、出していただきましたが、今回も僕番長シリーズ行きます。番長3行きます。やっぱり今週はかなりまたスロットコーナー最新機種入ってますから、もう絶対ここはお店としては落とせない前回信頼の番長3狙いどころだと思いますよ。番長3行きます。これが男のチャンス。はい、街道日記ちょっと大きなマイナスが続いて不調の波の中におりますけれども、ここはまた街道日記の流れを変える一戦となるか勝負していきたいと思います。よろしくお願いします。前回は朝からナバゴトハーデスに座りまして、食糖脂を膨らまし、さらに AT を全く伸ばせずかなり痛い結果に終わってしまいました。そしてその前もですね、朝一台でやっぱりハマって一気に投資を広げてしまって、前回も前々回も序盤の投資を終始引きずる感じで、悔しい結果に終わってますから、やっぱり朝一とても大事だなというのを感じてます。特に僕はこう出だしがあんまり良くないというかですね、後半でなんとかこう展開作ることも多いので、この午前中さえうまく乗り越えられればいい結果は出せるんじゃないかと思ってます。そういう意味でも今日は朝一、まずは早めの対決演出でしっかり結果を残したいですね。番長3、そして、実戦自体はまだ少ないですので、回答日記の中では超番長ボーナスや絶頂対決というのはまだ見れていません。そのあたりが絡んで大きな ART が来れば十分勝機はあるでしょう。今日も朝は結構時間とゲーム数かかってしまってますね。もうゲーム数500ゲーム超えてます。対決にはちょこちょこ行ってますけどね、対決発展がこれまで4回ですね、今日は全部で。さあここは夕方ステージに育成のチェリー出現、対決カウンターもベルが5回というところ、対決発展のチャンスとなりますが、結構今日はチェリー引いてますからね、そろそろそのチェリーからの対決当選も見たい。第一ショット来ました。さあ今日5回目の対決発展となりました。ノリオ、そしてここでもチェリー出現です。種目には恵まれていませんが、なんとか当てないともうどんどんゲーム中深くなってますよ。ここでです。
発表お願い。さあこれが6回目の対決となります。特訓戦、しかも6回中3回はこの特訓経由対決の中でも、さっきとのバスケット対決もあり、まあ、その他ノリオとの勝利実習とか、まあ、割とチャンス演出の多い中で当てれていないというのは本当に残念です。さあこれが本日6回目のバトルとなります。ここはチャッピー登場です。ラグビーずっと大相撲だったので、まあ、ちょっとマシですね。おい立ってお願いしろでしたけど、元気はつらつ NB。 あーやっと当たってくれました。はい、初期投手は16本ですね。ゲーム数は586ゲームで、今日最初のいただき代理当選となります。まあ、通常時結果的には500ゲーム以上はまってしまいましたが、まあ、かなりベルも引けてましたし、対決自体もコンスタントに入れていましたので、まあ、ここは引き続きコンポベルを引いて対決にどんどん入れていきたいですね。さあまずはセットの手のチャンスとなります。さっきのバトル、ここは MB、 1ゲームでダメか。さあ1セット目ステージ以降ありませんでした。そしてセットの手もありませんでしたが、ここで15対2のベル。さあギリギリ対決発展あるでしょうか。ラスト1ゲームです。これでラスト、あ、対決いきそうですね。さあギリギリセットの手に成功するか。相手はまだ、ベル、ベル、これはリプレイ、エムミお願いします。あ、白パン、セットのセネキブ、これで1セット目終了です。ループストックなるんですね。弱いな、なんで1セットで終わるんだ。113枚で終了です。これですよね、嫌な流れ。500ゲーム以上回してやっと迎えた ART が1セットで終わってしまう。ここからちょっと気持ちが沈んでいくんです。次が早ければいいんですけどね、次が遠かったらもう大変ですよ。はい、次が早ければいい。まだ諦めるのは早い。ベル、ワンセス負けるんですよね。特訓あるかな。だよ、歯がゆい、返せ、やっぱり500はなかなか引けない。さあ3役はないか。これで2回目の ART ゲットとなりました。はー、遠かったぞ。1199ゲーム、そして投手は44本です。
よし、今ハマってる間に隣の苗が2回絶頂対決行って、すごいいいものを見せていただきました。今度は自分の番ですよ。2000枚以上出さないと負けです。いきます。絶頂対決という前にまずは番長ボーナス欲しいですね。この1セット目さあ行きました。大大事ステージ、大事な大事な番長ボーナス。とにかく番長ボーナスは絶頂対決の入り口ですから、なんとかこの流れ変えるためにはまずボーナスに挑戦させたいです。こういうところでいいワンを欲しいですね。まだら距離実習か、まあでもまだらならスーベル来い。あっという間、まず後ろ、ここはリプレイ、さあリプレイか、お願い頑張って。番長ボーナスはいただきました。番長ボーナス絶頂はありません。いやいや、でもこれ大事ですよね。1セット目でまず番長ボーナスに突入させるというのは。はい、赤7です。おー、やるこの嫌な流れを。どでかなみー、まあ来い、おー、そのわずか、そのわずか、もう一発、今度はどうだ。だんだんエンジンがかかってきたような気しますけどね。レアヤスか、チャンス目だ。ここは上乗せないチャンス。チェリー、チェリーチャンス目引けてますよ。今度は頼む。あー、そんな、いや、まだある、まだある、まだチャンスはある。早くもうこのボーナスチェリーが2つとチャンス目1つ乗って欲しかったな、乗って欲しかったな。でも楽しくなってきました、やっと。勝つことも大事ですけど、やっぱ楽しむこと大事ですからね。3回目のチェリーです。3度目の勝利なるかですね、満潮ボーナス。3つ目のチェリーです。ああ、それはないか。厳しいですね。楽しいですけど厳しいです。チェリーが3回チャンス目1回。セットの手のチャンスが4回もあったんですけど、結果的には7は揃えられず、これで番手ボーナスは終了となります。ああ、もったいなかったですね。今の上乗せできなかったのは。さあ、しかしこの後は、対決発展となるでしょう。そして再び。ARP は40ゲームからのリスタートです。 BB カウンターも1日目ですから、もう1回ここでマッチボーナス行きたいですね。マチコ先生、通常時負けまくってるんで ARP 中勝ちまくります。さあ、これで1セット目終了となります。ボタン、いけ、はい、超えました。1セット目、さあ2セット目は対決発展もなく中継の紹介になります。
まだいける、まだまだいける。300枚。終了だ。さあここはすぐにでも対決に入れて、できればもうクレジットで次の AR 局を迎えたいですね。さすがにもう次の当たりまでハマっても追いますとは言えないです、言えないですので、速攻で当てたい。もういいでしょ、1回目2回目ハマったんで、ね、スポーンと当たってくれても。はい、まだ AR 上って18点、ここはクレジットでの判定です。はい、さあ1回目の ART は300枚、大した枚数出せませんでしたが、ここはすぐさまチャンス到来。おー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 、当たった、当たったっていうか、これ番長シリーズではプレミアムエースなんですけど、これ対決が確定なのかな。ボーナスもありますよね。いやもう当たってると思いますよ。対決じゃないでしょこれ。番長ボーナスあるかも。あ、ミサオ、ミサオ、いただきジャーニー、そのまま行ったパターンですね。さあ3回目の ART は ART が65ゲーム、まあ200枚ぐらい残しての当たりとなります。徐々に調子は上向きにあるんじゃないですかね。よし、さあ行くぞ、ここで勝つことが大事です。ここで、さあ2回目の番長ボーナス当選あるでしょうか。ここでメンコ、ここでメンコ、うわー、チャンス。よし、さあ大事なところでは勝ってます。さあ、どうなすか。いやいや、でも大事ですよね、ここでしっかりボーナスを迎えるというのは。もう状況的には絶頂対決でもないと苦しいなというところでありますが、ここは青7です、岩の手のチャンス。さあここは青7となります。番長ボーナス、今度は乗せるぞ、気合の香る前傾でいきます。先ほどはチャンス目ありましたが上乗せにはなりませんでした。さあ今回は、今回はお願いしますよ、青7です。ここはい、青7中のチャンス目乗らなかったら悲しいですよ。乗りました、ちょっとびっくりしましたけど、分かっててもびっくりしますね。上の手です、
赤だな。さあこれで1セットは終わらせ、まだボーナスは38ゲームあります。まだまだいきます。さあここはレアヤップありませんでしたが、オシジュン・ホンベルからのアッチタイム、さらにコベチェリー実現、2セット目の上乗せになるか。さあこれで上乗せは2セット目になります。はい、2回目の赤7ドロイ、ここは青7満潮ボーナスのチャンス、しっかり活かしましたね。獲得枚数も500枚超えました。そして再び40ゲームの1セット目リスタートです。ストックが2セットあります。投資分まではあと1500枚ちょっと、まだまだあります。ただこれでチャンスは広げました。そして1回目の2回目の ART を上回る ART にはなってます。よし、どうが終了になります。ストックはありません。お願いって継続率では続かないんですね。724枚です。1セットか、結構1セット目番長ボーナスでセットの手もあって割といけるかなという気もしてましたが、残念でした。厳しいな、もうハマるわけにはいかん。ちょっとこれはもう移動します。2機種目ちょっと一発逆転狙いに行きます。なんかこう番長3を打ちながら投資2000枚というとかなり厳しいですけど、例えば凱旋とか絆とかハーデスで、2000枚で AT 迎えましたという状況なら、まあ2000枚出ればいいですねぐらいで、そんなにもう絶望的ではないですからね。機種を変えれば気持ちも変わる。やっぱり ART で2000枚使うのと AT で2000枚使うのじゃわけが違うんですよ。順当2枚以下の ART 機で2000枚以上使ってしまうと、これはもう厳しくてなるんですけど、順当3枚の AT 機で2000枚投資してやっと当たったっていう時はこっからっすねっていう気持ちになるんですよ。だからもう自らこっからっすねっていう気持ちになれるような機種に行くしかないと思います。ここからが勝負がけです。2機種目まだ分かりませんよ。今日は逆転あると思います。僕はちょっと他のコーナー見て台を選んでから2機種目行きます。もったいなかったですね。5セット目まで。はい、はい、実戦終了です。今日朝からオス番長3に座りました。まあ、前回前々回と大きなマイナスできましたが、ここはガーデンさん一押しの番長シリーズコーナー。しかも前回の新台番長3ならなんとかなるんじゃないかと思って行ったんですけど、結局今日は総投手の方が47枚の45本とまた大きな投手になりましたね。枚数でいうと2115枚の投手でした。そして、交換枚数の方はですね、最後こちら341枚、まあ、かなり痛い負けではあるんですけど、そういう時期なんだろうなって思います。絆打っても番長3を打っても前回のハーデスもそうでした。とにかく当たりを引いても伸びない時期ってのありますので、もうここはぐっとこらえてとにかく勝機を待つしかないなという感じですかね。もう使ってしまったものは仕方ないので、次こそはという気持ちでまた次回は福岡に戻っての筑紫の実戦となります。第654話、今度こそ勝ちたいと思います。以上、審査の街道日記第653話でした。ありがとうございます。いやー楽しかったっすね。楽しかったっすよね。